こんばんばは、えー、フランク・ビルメンの浜です、えー。届いたばかりのこのデスクトップパソコンが、えー、もう壊れてしまいました。もう画面にね、何も映らなくなってしまいました、えー。状況を説明しますね。まずこの電源スイッチを入れます。電源スイッチを入れるとメーカーのね、ロゴが出てくるんです。あ、出てきましたね。これは出てきます。この次の Windows 画面が出てこないんです。 真っ暗でしょう回復 Windows が正しく読み込まれませんでしたこういうのが出てくるときもあります PC を再起動させますね再起動でまたメーカーのロゴが出てきますでこの後真っ暗になります ここで Windows 画面が出てこなきゃいけないんだけど、えー、真っ暗な画面になってしまいます。一応ね、マウスを動かすとカーソルは出てくるんです。こういうふうにカーソルはね、動かすことができますで。しょうがないんで、まあ電源切るんですけど、この電源スイッチを長押しで切ります。こうなってしまった経緯を説明しますね。 パソコンが壊れた経緯。1、HP の通販で買ったデスクトップパソコンが届きました。2、デスクトップパソコンの設置が完了しました。3、古いノートパソコンに入っている未編集の動画10本ぐらいのデータを外付けハードディスクに入れます。4、外付けハードディスクに入れた未編集の動画あ10本ぐらいの動画データをデスクトップパソコンに入れます。 丸五、未編集の動画はデスクトップの画面上に保管します。丸六、動画編集ソフト AVI やガンダムオンラインや無料セキュリティアバストをダウンロードします。丸七、やけにダウンロードに時間がかかっていて、ダウンロードに何回も失敗します。丸八、原因を探すとワンドライブというオンラインストレージサービスが 私の未編集動画データをアップロードしていました。それで回線が混んでいて遅くなっていたんです。マルワンドライブの同期を切りました。アップロードは停止して AVI やガンダムオンラインのダウンロードは早くなってうまくダウンロードができました。マルワンドライブのオンラインストレージなんて使わないからワンドライブのデータを削除しようと思ってワンドライブフォルダー内のデータを削除したら 画面上にあった未編集の動画10本ぐらいのデータが全部消えてしまいました。え、え、え画面上のデータまで消えると思っていませんでした。画面上に残っているのはゴミ箱だけです。また動画10本取り直すのは大変だぞと思って、なんとかデータを復元できないか、まあ、一か八かシステム復元をやってみようと思い、システム復元操作をしました。 システム復元が開始されると20分ぐらい経過しても画面にシステム復元中ですの表示が出ているだけで終わる気配がありません。これエラーでも起こしたのかなと思って電源スイッチを長押しして強制終了させました。そして再度電源スイッチを入れると最初に HP のロゴは出てくるんだけど Windows 画面が出てこなくなりました。 まる十2ネットでいろいろ調べた結果、ハードディスクが故障している可能性が高いみたいです。ハードディスクを交換すれば、えー、治る可能性があります。メモリの抜き差しや電源コードの抜き差しなどもやってみましたが、復旧しませんでした。HP の3年保証があるので、この場合保証の対象になるかわかりませんが、保証の対象になるなら修理に出そうと思います。 保証の対象にならなかった場合、HP の通販ページでハードディスクの値段を調べたら、69,700円でした。高すぎるので、保証の対象にならなかったら、電気店で 1TB ぐらいのハードディスクを買って自分で交換しようと思います。続きまして、ワンドライブについて説明したいと思います。ワンドライブっていうのは、マイクロソフトがやっているデータを ネット上の倉庫に保管してくれるサービスですで。今このデスクトップパソコンが壊れて見れないんで、代わりにこのノートパソコンを使って説明したいと思います。このノートパソコンにもワンドライブが入ってます。まあ、使ってないんだけどね、えー。こちらにあります。PC ですね。ここにありますね、ワンドライブ。ワンドライブのフォルダーがありますよね。ドキュメントかとか画像がありますよね。ドキュメントをクリック。 まあ今はね、何も入ってないです。デスクトップにデータを移したとき、このね、ワンドライブのホルダーの中にもいろいろデータが入ってたんです。未練習の動画データとか、まあ、画像データとかね、こういろいろなんか入ってました。で、私はね、一応こっちに置いてたんです。未練習の動画データとかね、いろいろデータをこっちの画面上に置いてました。で、このワンドライブのホルダーなんかいらないやと思って、この中にあるデータを全部削除したんですよ。 こっちのフォルダー内のデータを削除したら、こっちの画面上に置いていた未演習の動画データとか全部消えてしまったんです。ゴミ箱だけを残して、全部消えてしまいましたデータ、まあ。繋がってたんですね。同期してたっていうのかな。やばいなと思って、えー、なんとか復元できないかなと思いまして、システム復元操作を始めました。それで今は HP のサポートセンターに電話しまして、 え、サポートセンターの担当の方の指示で、いろいろ、あの、システムチェックや、システム復元操作を、できるか、試しているところです。え、私知らなかったんですけど、え、担当の方の指示でやったんですけどね、この、ESK をね、連打しながら、この電源スイッチを入れます。そうするとね、え、チェックメニューが出てくるんです。やってみますね。この、連打しながら電、電源を入れます。電源入りました。連打。 こう連打します。連打すると、ほら、こういう画面が出てきます。起動メニュー。このシステムですね。こうやって、えー、悪いとこをチェックするんです。今日やったのはね、このシステムリカバリーというのと、システム診断というのをやりました。これ時間かかってね、今日中にできなかったんで、また明日、あの、サポートセンターに電話します。 F11 を押してみますね。システムリカバリー。F11 を押します。F11 を押すと画面にね、こういうのが出てきます。オプションの選択。続行、トラブルシューティング、PC の電源を切るですね。えー、昼間ね、こう、サポートセンターの方の指示でやったのは、このトラブルシューティングです。えー、クリックしますね。詳細オプション。このね、システムの復元操作をやりました。 あと、このコマンドプロンプトもやったかな。えー、クリックしますね。これで、えー、システムの復元ですね。パスワードを入れて続行して、えー、システムの復元をしてみたんですが、えー、元には戻りませんでした。システムリカバリー操作をやってダメだったんで、このシステム診断をやってみました。F2 ですね。F2 を押してみますね。F2 を押すと、こういうのが出てきます。 ここですね。システムテスト。クリックします。システムテストができましたね。で、ここの詳細テスト。クリックします。これがシステム詳細テストの画面です。このね、システムを詳細にテストするわけです。内部でね。時間がね、9時間ぐらいかかります。サポートセンターのね、対応時間が終わってしまったんで、また明日ね、電話します。 もうチェックはね終わったんですけど、えー、全部異常なしでした。えー、プロセッサー異常なし、無線モジュール異常なし、ハードドライブ、まあ、異常なしでね、こう異常なし、異常なしというふうに出てました。これをね、えー、異常なかったことを明日サポートセンターの方にね、報告します。今はこういう状況です。このノートパソコンが壊れてなくて良かったです。まだね、十分使えるんで。 この動画の編集もこのノートパソコンでやっています。明日になったらまたね、こうサポートセンターの方に電話して、このパソコンのね、こうチェックと復旧操作をやってみたいと思います。まあ治ればいいですけどね、修理に出すの面倒ですから。まあ、今夜はね、そういうお話でした。ではまた。